板垣智信は日本のゲームクリエイター。板垣ゲームズ代表、バルハラゲームスタジオ最高顧問。代表作は、デッド・ア・ライブシリーズ、忍者が遺伝。早稲田大学を卒業後、1992年にテクモ株式会社に企画志望で入社。セガも候補としてあったが、電車一本で行ける距離だからとして、テクモを選ぶ。プログラミングも得意としていたため、 企画ではなく、開発に回される。初仕事は、キャプテン翼4で、自身の担当した、3D 風パス相手選択画面が不評であり、技術と遊びを高度に融合させなければダメだ、との独自の哲学を持つようになる。1996年からは、デッドオアライブシリーズを手掛けるようになり、同作と忍者が遺伝シリーズを開発する、社内チーム、チーム忍者を、 統括部長として引いた。板垣は2008年5月14日にテクモと安田義美に対し、未払いの成功報酬及び医者料を合わせて1億4800万円を請求する裁判を起こし、同年7月1日付で同社を退社することを声明で発表した。その後、テクモは同年6月18日に板垣を解雇した。板垣はこれを不当解雇として、 訴訟の賠償請求額を1億6400万95円に引き上げた。この訴訟は2010年2月26日に公営テクモホールディングスとの和解が成立した。その後、岡本義振、江原勝則、松井博明など、チーム忍者時代の部下、計22名以上がテクモを退社、バーチャファイター後開発経験者等の新規メンバーも含めた44名以上で、 開発チーム、東京バイキングを立ち上げた。この時点では、チームの所属する会社は不明だったが、2010年3月になって、板垣の前年に、テクモを退職していた元テクモ役員、金松里氏が CEO の株式会社、バルハラゲームスタジオと発表された。なおバルハラゲームスタジオの公式サイトにおいて、板垣のテクモ退社日は、 テクモが解雇したと主張した6月18日ではなく、7月1日と記されている。2017年8月、スマートフォン向けアプリ、戦艦帝国の上級顧問就任。2017年8月24日、一心上の都合を理由に、バルハラゲームスタジオの代表取締役と最高技術責任者を退任し、最高顧問として就任することが明らかにされた。 2017年11月、株式会社ソフトギア、メタルコモン就任。2021年1月18日、Facebook のアカウントを通して、板垣ゲームズ設立を発表。家族構成は、妻と娘が一人。マスメディアの前ではサングラスを常にかけ、歯に衣着せぬ発言を良くする。また、サングラスをしている理由は、かけごとの場において相手に目線を読ませないため、 としている。ありがとうございます。